ネット外していきます。まずボンネット外すにはボンネットを開けてください。で、あれフェンダーがもうさっきフェンダーをこの車外してるから、うん、まあ、ここにほんまは棒が、うん、あれなんて名前の分からん支える棒ボンネットバー、うん、で、今回は持ってもらってんねんけど、うん、今持ってます。通常、フェンダーが外れてない場合の外し方は、うん、まずこのホース、うん、ウィンドウォッシャーのホースを、うん、まあここからでもこのノズルのところからでもいいし、まあここが一番危ないところやね。くるっと回してもうて、うん、でピュッとこう抜いてもうたら、うん、簡単に。でだいたいここが割れるから、うん、ちょっと、まあ、離れたところから外してもらって、この辺はもうポンポンと抜くだけ、うん、でこっちもまあ抜くだけでもええし、うん、ピンごと、まあ、うん、ピン外すんやったら、うん、こっちからピン抜けていったら割れるから、うん、裏からこの張ってるところをこうちょっとつまんでもたら、うん、始めると思います、うん。エンジンフードでも説明してんねんけど、うん、これも同じで、まず1本何ミリ12、はい、1本手で緩むネジを置いとく、うん、こっちの方が軽いなっていうね、うん、でちょっとこう工具がないと硬いなっていうネジは、うん、もう先外しといて、うん、で誰かにこういう感じでここに手を置いてもらって首で挟んでもらう、うん、はい、持っといてみたい、はい、で反対側行って同じようなことをする、うんうんうん、で最後に2人で緩む手で緩むような方のネジを2人で首で挟みながら、うん、ボンネット落ちひんようにこういう感じで、で外れたら2人で持ち上げて運んでもらう、うん、大きいからね気をつけてください。このボンネット重たい、うん、結構鉄やから重たいから、うん、で、次は、うん、ヒンジごと外すやり方ですね、うん、それ説明していきたいと思います。ボンネットは、はい、ネジがこういうどこに入れてもこう真ん中にしまっていく膨らみがあるから、こう入れてもこう入れてもこう入れても、まあ、ちゃんと穴に入れなあかんねんけどちゃんと位置が決まるように斜めになってても大丈夫ってこと、うん、そうそう決まるように、うん、いや斜めはあかんで、あ、じゃあ、あれ、うん、こうセンターがずれてても、うんうんうん、最後には締めたら、うん、センターになってくれる、うん、そうそうそう、めっちゃ賢いやん。賢いけどちょっと調整の時は調整ができへんから、ああそういうことだ、1ミリ調整したいんだけど1ミリが動けへんから、うん、まあこれはだからそのまま締めていってもらったら位置が、で今回はあのもうパーツを販売するから、うん、もうヒンジごと、だからフェンダー動画はフェンダー動画で、うん、でフェンダー外してもらったらここが、まあ、うまい人とこの間ぐらいからできるかも分からへんけど、うん、まあ、フェンダー外した状態 でこれはまあボンネット立てて、あの立てとかなあかんねんけど、うん、もうフェンダー外した状態はボンネット立てがないから、うん、まあ、つっかえ棒を入れて置いてもらうか、うん、あれ入れててんのパイプ、うん、パイプ入れとこか、うん、私一回ビニール傘挟んでる人いたことあるで誰かに持ってもらって、うん、こうやってでもこれはもう誰かに持ってもらったら、うん、外し切ってもうて、さっきみたいにずれん、まあ、エンジンフードと一緒やけどこれはちょっと硬いから、あの後ろに下がれへんだけしてガラスの方に、ああこっちね、うんうん、こっちにちょっと持っててもらって、うん、で反対もフェンダー外した状態で
真珠のネジが見えた状態の取り外し方、うん、だからまあ解体屋さんとか、うん、バラシでパーツ売ってるとこはこんな感じのやり方をねしてもらったらいいと思います。だからただ単にボンネット交換とか、うん、やったら一番初めの、うん、あの外し方、ボンネットについてる方のボルトを取ってもらったらいいと思います。でこういう感じで、まあ、ボンネットやってもらって、うん、で交換してもらったら最後に忘れずにこのウォッシャーノズルの、あこれ、うん、これをこれです、うん、これを、まあ、はめ込んでもらって差し込んでもらったら、うん、この簡単にいけます。はい、一人で持てるの、うん、これでね、ボンネットは外せました。また、他の動画も見てください。チャンネル登録もしてください。これもお願いします